皆様、おはようございます。アニメ監督の木村博史です。木村博史の声優スクールオンライン動画ご購入ありがとうございます。活躍できる声優になるためには、2万分の 1! 雷に打たれる確率と言われています。その2万分の1になるために、この動画を見てしっかり勉強し、しっかり実践していきましょう第2章、アニメアフレコ実践編色付き動画によるアニメアフレコ。エコンテサツによるアニメアフレコ。 ゲームやボイスドラマで行うアフレコこの3つのアフレコの様子をお見せいたしますその実践に入る前にアニメアフレコに対して多数の質問が来ているのでお答えしていこうと思いますまずは1つ目の質問アフレコの仕事が入ったら事前にやることは何ですかという質問ですあこれはまずはポイントとしては2つですよね台本が来ますで、えー、アニメのアフレコの場合は V が来ますチェック V ですね それを確認しましょう。その中で大事なのが、これ第1章の基礎編で言っていたんですけど、いきなり台本を読んで、部位に合わせてやらないっていうことですよね。まずは事前にやることがあります。まあ、キャラクターだったり世界観だったりをちゃんと知ること、まあそういう資料がついていたらですよね。で僕の場合はキャラクターの履歴書とかをつけてたりはするので、やるキャラクターがどういうバックボーンを持ってて、 好みががああって長所短所短るのかそういうのが書かれていますのでそれでキャラクターを作っていきましょう詳しくは第1章のアフレコ台本の読み方のところを見ていただきたいんですけど簡単に説明するとそしてまずは台本を一つ一つチェックするそしてその後読んでみるその後に部位に合わせながら読んでみる、まあ、これをやっておきましょう。 まあ、あとはね、スケジュールとかですよね。この日程のこの時間に行かなくちゃいけないっていう、そういう準備をしていきましょう。続いて、アフレコ当日の流れを教えてくださいということです。まず、アフレコ当日、よくある朝10と言われている、まあ、10時から15時までの時間をとったアフレコの様子を伝えていこうと思います。これはコロナ前とコロナ後で変わってはいるんですけど、一番、 スタンダードで知ってほしいのはコロナ前集団で撮っていた時のお話をさせていただこうと思いますまず十字アフレコの場合は一応基本的に10分前に入れば大丈夫なんですけど専門学校養成所さんの教えによって特に新人さんの方は30分前に入らなくちゃいけないっていう風にね教わってる方が多々多いと思います30分前だからその10分前に行かなくちゃってなると逆にまだ準備できてないんで はっきり言いますすす。が早く来すぎも邪魔です、まあ、なんで30分から20分前ぐらいが一番新人の声優さんにとっては理想なんじゃないのかなと思いますそこでですねいろんな方に挨拶をして10時まで待ちましょう10時になったら音響監督の人が挨拶に来て例えば1話だったらまあ皆さんの挨拶 途中ののだったたら今回初めて来た人の挨拶でその後にね監督さんの方から、まあ、この明日はこういう風なお話でこういう感じで演技をしてほしいみたいな、まあ、そんなお話があってからその中でアフレコやる前に役者さんそして音響監督からまあ質問があったりもしますので、まあ、そういうディスカッションしましょうその後ですねそこから収録入っていくんですけどこれも作品によってテスト ラステス本番っていうのもあればいきなりラステス本番っていうところもあったりはするので現場現場によってテストの数が違ってたりはします、まあ、その中で一番今コロナ前にスタンダードだったテストラステス本番っていう流れですね、えー、説明していくとまずはテストアニメの場合は A パート B パートまあ今だとアバン A パート B パート例えばエンディング後の C パートとか続いてたりはするんですけどやっぱりこう2つに分けたいので アバン A パートその後ビ B パート C パート。 といいいう形ででっていくことが多いですでまずはその A パートとアバンだけをテストします V が流れてるのでまあ皆さんね普通に座ったり、まあ、立ったりまあテストなのでマイクの前で立たない方もいれば、まあ、いわゆる声出しっていう意味合いでですねおしゃべってる方もいればもちろんマイクの前に立っていきなり全力でも全然構いませんそれでまあ通し見みたいな形でテスト終わってその後、まあ音響監督と監督といろいろ相談しながら役者さんの方にディレクションを出しますでそのディレクションに対して質問が あったらディスカッションししてていくそしてラステスですねラステスの時は基本はしっかりお芝居をしましょうでプラスもうこの時からここ抜きだから後でねっていう場合もあったりはしますので,で抜きのところはやらないっていう場合もあればラステスの時だけやってそれを聞いて判断させてください本番の時はこれが抜きになりますよみたいな形ですねで実際ラステスやりますでラステスでまた監督音響監督でディスカッションしたところを俳優さんの方に伝えていくでその中でディスカッションしてで今度本 本番の時は必ず抜きのところはやらないっていう形ですね。続いて本番やります。その本番エパートとアバンの本番やったところで、直しのところは直してって直しながら、次は抜きのところも直してってっていう形でアバン a パートが終了になります。この流れで今度 b パートと c パートをやりつつ、一番最後に例えば予告コメントだったりとか。あと番線コメントだったりまあ、それを取って終了っていう形になりますね。これがアフレコの1日の流れです。 続いての質問です。アニメのアフレコは開始時間10時から16時からって本当なのっていうところがあります。はい。 コロナ前だったら本当ですね。基本は10時から16時からっていうのが、どこの現場もそういう風にしとくことによって、他の現場とのやりとりがしやすくなります。ただ、朝10っていうのはちょっと早いので、慣れてくると11時スタートでもいいやねっていう感じにはなってたりはします。通常のアフレコだと、まあ11時スタートで早ければ、まあ、2時ぐらいに終わってたりはするんですね。えー、その中で、そこで終わるってことは駆けつけて来なくちゃいけない人もいるわけです。 ですよ、ね、10時から別のアフレコが入ってて1時ぐらいに来れますなので1時2時に待ってそこで抜き取りをして15時ぐらいには一旦休憩その1時間のところでご飯を食べたり声優さんの方はそこで移動時間で食事とかも含めてまた16時のアフレコ別の現場に行くっていうそういう流れになっていきます、まあ、なので10時スタート16時スタートこの2つが 一番オーソドックスなスタイルですね。ただしコロナになってからはもうそれは通用しないので大人数で撮るってわけではないからね。2人から3人ずつをもう時間に分けて、えー、撮るっていうスタイルになります。続いて何時にスタジオ入れすればいいの っていうお話ですね先ほどの、えー、質問とちょっと重複するところはあるんですけど朝十の場合だったら10分前でもいいんですよただしいろんな声優の専門学校養成所から30分前に入りなさいって言われるので30分前より10分前行動をする早く来すぎて逆にこちらが困ってしまうっていうね場合もあったりはするので、まあ、ちょうど30分前からがまあギリいいんじゃないのかなとは思ってはおりますで、えー、続いての質問 っていうところなんですけどまず入ったらミキサールームがありますのでそのミキサーさんスタッフさんに挨拶をしましょうそして各ねマネージャーさんとか声優さん来てたりはするので、えー、挨拶をしていきましょうというところがありますがこれも声優のちょっとおかしな状況で一人一人に全員に挨拶をしにいて特にね中堅ベテランの人たちっていうのはもう挨拶され地獄みたいな感じでちょっと話したいんだけどとか台本ちょっと読みたいん だけどっていうそういうのがねできなかったりはするので、えー、まあもうしょうがないんですけどあの挨拶行列やめませんって僕は思います入った瞬間に例えばブリーアニメーションの木村です今日はよろしくお願いしますで言うそして10時になったところで初めてだったらそこで挨拶の時間があるのでその時にブリーアニメーションの木村です今日は何々役でやりますよろしくお願いしますそれでいいと思います相手のことを思おうよっていうところですよねで終わった後 本当に挨拶したい人のところに挨拶しに行けばいいんじゃないのかなとは思いますそして続いての質問スタジオ共演者への挨拶そしてどこに座ればいいか他何かあれば教えてほしいです挨拶はね先ほどの質問でお答えしたんですけどどこに座るかこれを見てる方は新人の声優さんが多いと思いますのでその人中心で話していくと入り口入っ まあそこがやっぱり新人さんが座っていた方がいいですね、まあ、ドアの開け閉めをやるとか、まあ、あれも意味ない文化だとは思うんですけど一応文化として続いているのでそうやって入り口の近くこれはビジネスで会議室とかで入った時にどうやって座りますか奥から上座偉い人が座って、えー、入り口に近い人が平社員部下の人が座っていくっていうのと一緒ですね。 声優の場合は一番奥っていうのが神座ではなくてマイクのモニターの一番中心そしてブース側と一番近いそこが 上座にはななってくるかなそこが主人公ののベテランの人が座っていくだから順番的には真ん中の、えー、マイクのところが一番上座そして入り口から一番奥っていうのが2番目のところで、えー、入り口に一番近いところが3番目新人声優さんが座るところそういうふうに覚えといてもらえるといいんじゃないのかなと思います。続いてマネーージャのの動向はあるの っていうところなんですけどもちろんマネージャーさんんの方来ててもらって構いませんですが今はコロナの状況なんで人数を少なくしてくださいっていう形になっていますんでね行っていいですかっていう確認が必ず必須にはなってくるんじゃないのかなと思います次に役者同士でマイクワークがもたついたところその場合どうすればいいかっていうところなんですけど単純明快役者同士で話しましょうで役者同士で話してその話終わった後にミキサーさんにカットいくつ私 私2番のマイクに入ります。 カット15のここ僕告知のマイクに入りますっていう形でミキサーさんに伝えてあげましょう初編の時にも言いましたけど使うマイクはオンにしてて使わないマイクはミュートにしてますそして声優さんに合わせてマイクのボリュームは書いていますそれがミキサーさんの仕事なのでテストラステス本番で全部マイクの入る位置が間違っていたらミキサーさんから怒られますなんで自分が言うマイクの位置っていうのは覚えときましょうまあ台本に書いておくと いいんじゃないのかなと思います以上がね僕宛てに来てた質問の回答になりますではいよいよアフレコ実践スタートですトリプルスレッドを使ってアフレコの実践やっていこうと思いますのでよろしくお願いしますやーほー今回やっていただける声優さんはまずは堀内駿さんです おはようございます。堀内隼人です。えー、木村監督にはいつもお世話になっております。えー、自己紹介としましては、元アーツビジョン、えー、現在フリーです。代表作としましては、えー、セガ様の竜がごとくシリーズでポケサーファイター役をやらせていただいております。えー、本日はどうぞよろしくお願いいたします。はい、お願いしまーす。あーーあーかわいいかわいい 現在フリーで声優やらせてもらってます水野麻里奈と申しますよろしくお願いしますはいお願いしますえと代表作としましては昨年11月にリリースされましたうんこれというアプリ <laughs> <laughs> のエビリー <laughs> でやっていくんですけど今回トリプルスレッドまあどんなものなのかっていうところなんですけどうちの youtube チャンネルでね前はもう放送されていますので詳しくはそこ見といてください簡単に 言うとミニバスの話ですねバスケットあの小学校時代に4年生から6年生まではミニバスっていうのをやってるんですけどそれを題材にした妹とお兄ちゃんのお話そのミニバスを中心にどういうような形で試合に勝って上手くなってミニバスにねどん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 興味を持っていくのかそういうお話になっておりますのでぜひこの機会ね見ていただければなと思いますテストから始めていきますのでよろしくお願いしますよろししくお願いいたします <laughs> ここからは 木村ひろしの声優スクールオンライン動画第2章アニメアフレコ実践編をご購入よろしくお願いします本日はありがとうございましたありがとうございました,ました以上がアニメアフレコ実践でしたスタジオの大小がありますが現状では2名から3名で行うことが多いですこのアニメアフレコ実践編の知識を得ることによって傾向と対策を練ることができますそして現場現場によっての違いを知ることによって 技術を伸ばし人脈を増やし新たな仕事を勝ち取り人気を得てくださいこれが活躍できる声優になるためのコツです頑張っていきましょう木村しの声優スクールオンライン動画の教材紹介養成所では教えてくれない現場に生かせる知識と実践的アドバイスを動画で学べます第1章基礎編発売中特設サイトまたはブリオアニメーションオフィシャルサイトよりご購入できます特設サイトは htp:// S k s s アニメドットネットになります。検索よろしくお願いします。また、解説動画付き商品も発売中解説動画開催日以降のご購入のお客様はアーカイブ url をお送りします。スキルを磨いて2万分の1人活躍できる精油になりましょう。では、プリオースありがとうございました。